皆さんこんにちは、森有里です。はい、歯の治療を開始してから1日目に撮ってます。なのでちょっと顔が腫れて、こっちの目もなんかね、ちょっとなんていうんだ、腫れてるからなのか、こっちの目の方がちょっとちっちゃいね今ね。どうしよう、右側マジ崩れてきたらどうしたらいい。腫れてるよね、どうしよう。この間小顔矯正行ったばっかなのに。ということで今回も100均で買ってきたものを紹介したいと思います。今回のは私いつも大量に一気にねバーって買ってきちゃうんですけど、今回のはめっちゃ必要なものしか買ってないので、パパパッと紹介して終わるかと思います。ほら超コンパクトでしょ、私にしては超コンパクトでしょ。キャメロンと同じぐらいよ顔。では1つ目こちら、ハートのシールでございます。私はですね、とあるメイクをしたくて、まあそうですね、なんとなくですけどこのハートを買ってきました。そしてこちら、はい、つけまつげの糊になりますね。まあこちらがあるってことは、まあこんな感じでつけまつげを買いました。久しぶりにメイクをしてみようかなと思って、メイク動画を撮ってみようかなと思って、で引っ越してどこに入れたか分かんなくなっちゃってるので、接着剤もな多分ね腐るほどこう探すとあると思うんですけど、今んとこ見当たらないので買ってきちゃいました。そしてこちら、すごい反射しちゃう、主肉結局今使ってないんですけど、なかなか森崎っていうシャチハタがなくて、で森崎のなんていうのかな、実印みたいなさ主肉必要なタイプのはあったんですよね。ほらほら森崎ってこれしかなくて、で結局この主肉を買ってきました。このハンコを入れるピアノちゃんとマイメロのハンコ入れで、お花です。まあこんな感じでつける、だこのままじゃないけどこのまんまに、はい、つけるように買ってきました。まあこれをどう使うかは後でお楽しみにしててください。はい、そして普通のピンです。これは本当はねこういうなんて U ピンみたいなやつが良かったんですけど、100均のやつが売ってなかったので一番大きめのピンを買ってきました。そしてもう一個、この綺麗な方のお花、はい、キャメロンとかに刺しても可愛い。はい、でキティちゃんのクリップですね、前髪クリップ、今これなので普通にメイクする前とかはこれでやりたいと思います。はい、そしてこちら、はい、おしゃれガスバーナーカバーですね。まあ、これもちゃんとハマるかどうかは分かんないんですけど、多分ハマると思うんですけどね、ガスレンジがやっぱりこうなんか汚くなるっていうかベタベタになるの嫌なので買ってきました。そして最後はこちらです、マイメロのカバーなんだ、ケースになります。これは今買ってきたやつ1個にしまっておきたくて買ってきました。はい、ということで今回はこんな感じで100均で買ってきた商品紹介でした。まあ、これはね本当に何でも、まあこれ今は1個だけ収納してメイク道具としてポンって置きたかったので、これをポーチを急遽買ってきたんですけど、出張に行く時とかにバニティポーチみたいに使えるかなとも思ったのでこれを買ってきました。下着入れたりとかなんかいろいろ入るかなと思ったので一応買っときました。ちゃんと用途を決めて使っていきたいなと思います。それでは森有里でした。せーの、おつわり、バイバーイ。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。はい、やっとアレルギーが収まってきたと思ったら今度は歯を抜くなんて私ももう意味がわからない。森崎自身は全然元気なのでご心配なさらずでお願いいたします。これからもよろしくお願いします。バイバーイ。